どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが11月19日の土曜日なんですけれども、今回の動画でご紹介していきたいのは、コンオフ、我々タイガースファンの中でも注目度が高いスケット最新情報について、というのも直近2日間、スケット野手の情報というのが連続で出てきたんですが、本日新たにスケット投手の情報が出てきたということで、今回の動画では新たに最有力候補として名前が挙がっているブライアン・ケラー投手の特徴について、 ケラー投手を獲得した場合これからどういうローテ構想になっていきそうなのかこういった点についても深掘りをしていきながらお話していきたいなと思いますでは早速お話をしていきますがここ最近怒涛の勢いで情報が出続けているタイガースのスケット最新情報についてというのも野手では三重節選手そしてノイジー選手、まあ、この2人の獲得が濃厚になってるんじゃないかとそういう報道が連日出てきたんですが今回はスケット投手の情報について岡田監督は以前からこの新スケット投手の探し方に関しては基本的には先発中継ぎ一人ずつ取っていきたいとただ先発中継 といいいいいう枠組みににとととらわれることはなく基本的にはいいピッチャーを取っていきたいとでその中でその投手を先発で使ったり中継ぎで使ったり実際に投げてるボールや性格を見ながら判断していくとそういうコメントを出していました、まあ、ですのでこの助っ人投手の名前がいつ出てくるのか我々タイガースファンの中でも注目度が高かったんですが本日新たに名前が出てきたのがブライアン・ケラー投手まずこのケラー投手の概要から見ていきたいんですがケラー投手は2016年ドラフトでヤンキースに入団ここまでメジャー経験というのはありませんがトリ AAA で先発としてキャリアを作ってきた投手、まあ現 現在28歳ということで、まだまだ若い選手ですからで、タイガースでケラーという名前を聞くと、どうしてもカイルケラー投手の名前が出てきますよね。まあ、このカイルケラー投手は中継ぎですが、ブライアンケラー投手は先発ということで、まあ、もしタイガースにやってきてくれるということになれば、ブライアンからの帰るまあ、ダブルケラー投手リレーというのもね。まあ、今後、我々タイガースファンの中での一つの楽しみになってきそうです。さあでここからは具体的にケラー投手の特徴であったり、数字この点見ていきたいなと思うんですが、ケラー投手の今シーズンのトリプル aaa 成績。今年は31試合に登板して6勝5敗防御率。 113 126 10.04回を投げて奪った三振個奪三振振個率はとということで、またこのケラー投手の映像を見て感じたことに関しては、後ほどご説明していきますが、まあ、結構右バッターが嫌がるタイプのピッチャーなんじゃないかなというふうに思うんですよ。というのもケラー投手は右投げなんですが、結構右バッターに対して踏み込んでいくような投球フォームをしてるんで、バッターからすればもしかしたらこっちに向かってくるんじゃないかと、まあ、どうしてもそういう恐怖心というのが芽生えて、そこから曲げたり落としたり、 今、まあいろんな球種を持っている投手最速156キロのストレートに加えて、カットボール、チェンジアップ、スライダーカーブということで、まあ、先発投手としての球種のバリエーションは豊富。そしてトリプル aaa の通算では6。2試合に登板して9勝9敗防御率が3.6。4ということで、メジャー経験なしの先発スケットで言うと、今シーズン対談が決まった。ガンケル投手も同じ流れでしたよね。まあ、このケラー投手もクローン人ですよ。マイナーリーグで地道に腕を磨いてきた投手ですが、一体どういう投球スタイル、そしてどういうボールを投げるのか？ここから僕自身がケラー投手の投球映像を見て感じ。 ポイントといいうのを皆さんにご紹介していきますがまず、投球フォームで言うと、先ほどご紹介した通り、結構右バッターに向かっていくフォームと言いますか、足を大きく上げて、結構インステップ気味で向かっていくんで、初対戦の右バッターからすれば、かなり怖さを感じるフォームかなというふうに思うんです。そして、腕の振りに関しては、縦に振り下ろすオーバースローという感じではなく、ちょっと横から投げるスリークウォーターという感じですかね。それこそガンケル投手と同じような腕の高さかなというふうに思ってて、ガンケル投手は全体的にゆったりとしたフォームなんで、そこに違いというのはありますが、腕の高さは結構似通ってるのかなと、 そういうイメージを受けました。やっぱり右バッターが嫌がってるなあと感じるのがスライダーであったり、カットボール結構この横曲がりの変化球をアウトコースだけではなく、まあ、インコースからあえて家に入れていくっていうね。こういう使い方というのもしてるんで、結構右バッターからすれば厄介なボールになるんじゃないでしょうか。あとは対左バッターへの攻め方ですよね。まあ、基本的に左バッターで逃げていくのはチェンジアップ系統のボールになりますが、どうしても左バッターに対して外一辺倒だと狙われてしまいますし。しまあ、インコースに力強い。ストレートをクロスファイア気味に投げ切ることができるのかとか。それこそカットボールやスライダーをしっかり。 投げ切ってファールでカウントを稼げるとか、そういうストライク先行に持っていけるだけのコントロールを身につけることができれば十分ね日本のバッター相手にもどんどん勝負していけるんじゃないかそういう感想を受けましたね。そしてもう一つこのケラー投手の映像を見ていく中で噂になってるのがケラー投手のフィールディングなんですよ。というのもそれはほんのワンシーンなんですがケラー投手へのピッチャーごろかなり高く跳ね上がってピッチャーの頭を越えてしまいそうな打球。ちょうどこの時は満塁のピンチでケラー投手の頭を越えてしまうと1点が入るとケラー投手はその打球に対して自らそのボールを取りに行って で、キャッチしてホームに送球。それで見事に三塁ランナーをアウトにするという素晴らしいプレーを見せたわけなんですが、やっぱり特に先発ピッチャーに関してはこのフィールディング能力はめちゃくちゃ重要ですよ。まあ、もちろん、この映像だけでフィールディングが上手いとか下手とかそういうわけではないんですが、ま1、あ、つのこの動作を見る限りまあ、フィールディングに対して意欲的なのかなというふうには感じるんで、こういう難しい。ピッチャーゴロをアウトにできるかどうかというのもそうですし、細かいバント処理ですよね。まあ、このバント処理で冒頭を掘ってしまうと、どうしてもそれが2点3点に繋がってしまったりで、結局それが自身の勝ち負け。そして。 率が良くくくくなななるるるかか悪、まあ、そここに大きく影響してくるところなんで特に先発ピッチャーなら1試合の中で自ら打球処理をすることも増えるでしょうしその一つ一つの打球をばけるかばけないかでケラー投手の印象というのもかなり変わってきますからねまあケラー投手は現在28歳まだまだ若い投手ですからそういったところも日本に来て意欲的に取り組んでくれればケラー投手の数字も残りやすくなってくるんじゃないかなということでまあ一つフィールディングに意欲的かなと感じることができたのは大きな要素かなというふうに思ってますさあということでここまでがざっくりとしたケラー投手の概要そして映像を見て感 感じたポイントをご紹介されていただいたただんですがもしこの先ケラー投手を獲得することがでできた場合一体どういうい金額帯で契約にななりそうのののかここ点にについいてて探っていきますでこのケラー投手に関しては冒頭でご紹介した通りメジャー経験というのがないんで、まあ、年俸がそこまで跳ね上がることはないと思うんですよという流れを考えるとやはり比較対象になりそうなのは今シーズンまでタイガースに在籍していたガンケル投手であったりウィルカーソン投手まあウィルカーソン投手の場合は少しメジャー経験があったんで単純に比較することはできませんがまず2019年のオフに獲得したガンケル投手、まあ このガンケル投手はメジャー経験なく1年契約で年俸50万ドル、まあ、当時は5500万円というレートでした。この年のガンケル投手は AAA19 試合に登板して8勝2敗、防御率は3.80。で、マイナー通算は172試合に登板していて45勝を挙げていたということで、ケラー投手の AAA 通算成績と比べると登板数もそして勝ち星もかなり大きな開きがありますから、この辺がどのように作用してくるのか。そしてビルカーソン投手に関しては去年のオフに契約しましたが、推定年俸は65万ドル、まあ、当時のレートは7280万円。 この年、ビルカーソン投手はトリプル a で23試合登板して、8勝5敗、防御率は3.86ということで、結構その日本にやってくる年のトリプル a 成績というのは、そこまで大きな開きというのはないんですよ。ただ、この2人を獲得した時との大きな違いというのは、やはり円安の進行です。ま、ガンケル投手を獲得した時の50万ドル、ま、現在のレートはなんと7000万円。そして、ビルカーソン投手を獲得した65万ドルは、現在のレートでは9100万円ということで、ま、本当に大きな開きがあるわけですよ。ですので、ケラー投手を獲得する場合も、この円安の状況というのは、 加味しなければいけませんが、まあ、個人的にガンケル投手とビルカーソン投手の間ぐらいの金額だいたい50万ドルから60万ドルこれぐらいのレンジに収めたいと考えてるんじゃないかなということで、まあ、よかったらぜひとも皆さんの予想というのもお聞かせくださいただですねこのケラー投手に限らず、まあ、本当にタイガースの先発ピッチャーに関しては豊富ですからね、まあ、ですので来シーズン戦っていく中で先発スケット投手って必要なのとこういう意見というのもちらほらあるにはあるんですよまあ、FA でいうと西勇気投手が残ってくれたりで岩更投手も来シーズン先発再転向の可能性があるとですので西 投手が残ってくれた効果というのはめちゃくちゃありますし、まあ、そこで岩皿投手も先発ローテ争いに食い込んでくるということになれば、また今シーズンとは違った先発争いというのが考えられる。で、その中で新たに先発スケッタ投手も獲得するということになれば、まあ、ある程度ローテに入ってくるという計算は立てることができるんで、まあ、その分若手先発投手の当番の機会が減ってしまったり、まあいろんな考えというのがあります。ですので若手ピッチャーにチャンスを与える意味でも日本人選手だけで十分に回せるんじゃないか、こういう声というのもあるんですが、やはり今シーズン見ていく中でウィルカーソン投手のご勝、そしてガンケル 投手のの勝というのはそれぞれぞ大きな意味まあ、確かに今シーズン二人とも5勝5敗ということで、二人合算で10勝10敗。確かに貯金を作ることができなかったという見方もできるにはできるんですが、やはりこの二人が作ってくれた10勝という白星。この数を果たして今シーズン若手先発ピッチャーが上げることができたかと言われると、まあそこもね、まだまだ経験の問題とか色々ありますから、やっぱりシーズン通してある程度計算できそうな先発ピッチャーというのは必要ですし、まあその先発投手をね、まあある程度50万ドルから60万ドル。これぐらいの金額帯でまとめることができるのであれば、 まあ、十分ねまあ、それ以上の価値を見出してくれる可能性もあるんじゃないかなということで、まあ、個人的にはいろんな意見はありつつもまあ、先発スケット投手はねまあ、少なくとも1枚いてくれるとチームにとっては大きいんじゃないかなという風に思ってますで最後になりますがもしこのケラー投手を獲得して先発で起用するということになった場合またタイガースの先発ローテというのは熱くなっていきますよまあ、青木投手伊藤投手西幸投手まあこの3枚というのはねシーズン通してローテで回ってくれるその計算というのは立てることができますそして若手ピッチャーでいうと西純也投手と佐伯投手ちょうどこの2人は昨日契約 後悔を終えましたが2人それぞれぞ年報を大幅アップととということで、まあ、球団として、も来シーーズンこの2人には1年間ローテ回ってててしししいと考えてるでしょうそして新たに先発再調整という報道が出てる今更投手で左ピッチャーなら霧式投手で右の若手なら村上投手ということでまだまだ先発ローテ争い読めないところというのはたくさんありますでそこにケラー投手が食い込んでいくというのはタイプ的にも得意性を放てるかなというふうに思ってて、まあ、基本的にタイガースのピッチャーというのはゴロを打たせる投手が多いで一方ケラー投手はどちらかというと三振を奪えるタイプのピッチャーということで、まあ、その点もね ま、これからタイガースの先発ローテ争い見ていく中で大きなポイントになるんじゃないかなということで、現在28歳メジャー経験がないからこそ、ある程度の金額帯でまとめれる可能性はあるんじゃないかなということで、これからこのブライアンケラー投手にタイガースがどういう話を持っていくのか、注目しながら見ていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では新たに最有力候補として名前が上がってきたブライアンケラー投手一体どういう特徴を持っているのか、そしてこれからの先発ローテ争いどのようになっていきそうなのか、この点についてご紹介させていただきました。さあ、もしかしたら2年連続でケラーがやってくる。 そうううううういいいい可能性とととののののもも高まままっててきききききししししたががブブラライアンかかららル,ダブルケラーーダケリレーというのを見見るるここはできるんでしょょ点も引き続き注目な皆さんはブライアン・ケラー投手の獲得説についてどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者3 7700人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、 コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指チャンネル登録者38,000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホーありがとうございましたさあ新たに最有力候補として名前が出てきたブライアンキラー投手これからタイガースがどういう熱量で挑んでいくのかこの点も注目しながら引き続き見ていきましょうではまた